大学サッカーの全国の選抜選手が集う、連想カップチャレンジサッカー、茨城大会、28日開幕、ひたちなか市総合運動公園の開催会見が27日、オンラインで行われ、元日本代表の中村健吾氏、42イコール中央大、が、プレーオフ選抜のコーチ、元日本代表の平山颯太氏、37イコール筑波大、が、U20全日本選抜のコーチ、深井正樹氏、42イコール駒大が、関東選抜 A の監督を務めることが発表された、全日本大学サッカー連盟の中野裕二理事長は、大学サッカーに携わり、後にプロで活躍した人材がコーチ、監督の立場で大学サッカーに戻ってこられる循環は重要なこと。今大会に3人、中村氏、平山氏、深井氏がスタッフとして名を連ねることも非常に意義のあることと話した。同大会は大学サッカーの U20 全日本選抜、関西選抜、東北選抜、関東選抜 A、監督選抜 B、東海選抜、プレーオフ選抜と高校生の日本高校選抜の合計8チームで戦う。3月4日に決勝が行われる。